ハンネスマイヤーハンネスマイヤーは、スイスバーゼル出身の建築家、都市計画家、建築についての教育者。スイス、ドイツ、イギリスで建築を学ぶ。ハンスウィットアート事務所を開き、国際連盟本部のプロジェクトなどを設計した。1916年から1918年まで、エッセンのクルップで部長を務めた。1928年には、チャムにも参加。 1928年からバウハウスの第二大校長を務め、バウハウスとして初めて本格的な建築家庭を設置した。しかし、1931年には公然たる共産主義者だったため校長を解雇された。その後、高等建築建設学院橋の招きでソ連に亡命し、8人のメンバーで活動。高等技術教育学院の建設委員キプロットラス。 に所属し、教育施設などを手掛ける。ソ連には1937年まで滞在し、その間の1935年から、建設学院の東シベリア及び極東部長、建築アカデミーハウジング建設部局長などを歴任。スイス、メキシコにおける教育活動を経て、スイスに戻る。実作品としては、アドジーベの連合学校が有名。都市計画でも、 虹に,にクリンスク、1932年のゴーリギ、ヘブライコミューンのビロビジャーンなどの計画を多く手掛ける。ありがとうございます。